カミー・ユムファは、フランスの競泳選手。2012年ロンドン五輪400メートル、自由型金メダリスト、ニース出身。2008年北京五輪で、オリンピックに初出場したが400メートル個人メドレーで、予選敗退。200メートル個人メドレーでも準決勝で敗退した。2010年から自由型に専念するようになり、2011年、 上海世界水泳では 200m 自由があったと 400m 自由型で銅メダルを獲得。2度目のオリンピック出場となった2012年ロンドン五輪では 400m 自由型で4分01秒45のタイムで、金メダル 200m 自由型では1分55秒58のタイムで、銀メダル 4200m フリーリレーで銅メダルを獲得した。 2012年11月の淡水路、フランス選手権では800メートル自由型で8分1秒06の淡水路世界新記録を樹立。400メートル自由型も猛州選手権で3分54秒85の淡水路世界新記録を樹立した。2013年1月1日にレジオンドヌール勲章を受賞し、2014年7月12日に引退を発表した。しかし、 引退後の翌年2015年3月9日に、リアリティ番組の撮影中に乗っていたヘリコプターが、アルゼンチンの北西部、ラリオハ州上空で、別のヘリコプターと衝突し、死亡した。25歳を打つ。ありがとうございます。